先日の会見とか見られて、はい、どのような感想をお持ちですか。そうですね、やっぱり報道されているようにこう記者からの質問を、はい、記者からは受けない NG のリストがあって、一応本当には事務所が関与されないっていうのはあったんで、まあ、それが本当かどうかは分からないですけど、まあ、公平にきちんと会見するならしてほしいな。まあ、その記者会見も、まあ、夜のニュースで娘と一緒に見ていたんですけれども、もしその NG リストがあったっていうのが事実だったとしたら、すごいちょっと残念なことだなとは思います。